さて今この日本においての緊急的な課題は、東日本大震災を受け、後東京直下、あるいは東海、東南海、南海と続くこの予想される非常事態、緊急事態、さらに連動するところの周辺事態と言える有事、これらの諸現象からいかに国民を守るか、その体制づくりでなければならないのでございます。日本国憲法の中では、このような非常事態において、どのように政府が国民を守るための施策をすることができるかが全く記されておりません。日本国憲法の中には、他の全ての国々の憲法が持つ非常事態に関する条項がないのであります。そしてこの日本国憲法の中には、一言も国家として国民を守るという言葉が記されておりません。平和憲法は世界に冠たる理想的な憲法であると一部の人たちは主張しますが、国家として国民を守ると一言も書いてない憲法に、一体どこに理想の姿があるというのでありましょうか。すなわち我が国には、我が国の憲法には、国防条項が存在しないのであります。安全保障、国防というものは理想だけを掲げて実現できるものではありません。日本国憲法にその前文に、他の国々の公正と真偽に信頼して我が国の平和と安全を維持し保つと書いてありますが、理想を語ることは必要でありましょう。しかし理想はしっかりとした現実を踏まえ、一歩一歩そこに近づくというリアリズム、現実主義の観点に立った安全保障、国防でなければならないはずなのであります。憲法9条五章第一に、これこそ理想であるという人たちがおりますが、憲法9条のどこに、国家として国民を守るという文言がありますか。戦争を放棄する、戦力は持たない、交戦権は認めない、どこにも国家として国民を守ると書いてないのであります。この文言は自衛隊法にはありますが、日本国憲法
し、理想に向かうための憲法改正、法体制の整備ができないのでありましょうか。皆さん、その責任を政治家のせいにすることは簡単です。しかし、そのような政治家を選んだのは私たちであり、そのような政治家、政党が掲げるマニフェストを良しとして政権交代を実現させたのも我々なのであります。その国の政治はその国民のレベル以上にはなりません。私たちがこのように街頭で訴えさせていただくその理由は、結局は日本がすなわち国家として国民を守ることができるような日本になるためには、国民一人一人の国を思い、国を憂い、自分のことよりも時には国家のために尽くそうという強い意識と行動が国民一人一人にとって必要であると考えるからであります。憲法改正が難しければ、緊急事態、非常事態において国家として国民を守ることができるようになるため、私たちは緊急事態基本法の制定を求めております。緊急事態基本法、実は2004年5月に自由民主党、民主党、公明党の3党でその基本法を制定するための合意が結ばれているのであります。しかし、そのうちの郵政解散等の混乱の中で緊急事態基本法の成立は見送られました。極めて残念、至極でございます。もし成立していたならば、東日本大震災後のこの悲劇、すなわち震災後8ヶ月経ってもまだ復興調査へできていない、まだ震災復興のための予算も成立していない、まだ避難民が存在する、皆さん、このような姿でいいんですか。先ほども繰り返しましたが、1923年関東大震災の時にはわずか25日目に帝都復興庁は設置されています。そして5ヶ月間の業務を終えて幕を閉じています。もう皆さん、8ヶ月です。未だ復興庁もできていない、未だ復興予算も通っていない、このような不甲斐ない事態を一時も早く改善しなければなりません。私たちが構想する基本緊急事態基本法は、緊急事態とは何か、その定義、そして緊急事態におきましては内閣政権に情報の一元化、権限の一元化を求めて、政府内閣が命令をしながら救命と復旧にあたる国民の主権、すなわち私の権利は平時におきましては極めて重要なことですが、緊急事態において自分が自分がということになれば、救える命も救えません。できる復旧もできなくなるのであります。故に2ヶ月3ヶ月という期間を置いて緊急事態を宣言し、その中において特別法をしっかりと
緊急事態基本法の成立を求め、意見書採択の動きを指示しております。すでに和歌山県議会、そして福井県議会、埼玉県県議会においてその意見書が採択されました。日本共産党は緊急事態基本法の意見書採択においてことごとく反対意見を述べております。その内容は今ある法律で十分ではないか、そしてこの緊急事態基本法はアメリカと一緒に日本が戦争をしやすくするためのものである。簡単に今このような論調を張って反対を繰り返しております。しかし皆さん、今ある法律で 3.11 レベルの非常事態、緊急事態に対応できるでしょうか。今ある法律は災害対策基本法、あるいは大規模地震対策特別措置法、あるいは原子力発電所の事故に絡む特別措置法などがありますが、確かにここの法律の持っている力は大きいのでありますけれども、根本的な結果は非常事態、緊急事態において最終決定権限が都道府県知事にあるということです。すなわち自治体に最終決定権限がある、政府には最終決定権限が与えられていないのであります。ですから非常事態、緊急事態において命令を下しながら協力を義務付け、さらに救命と復旧に当たるという最も効率的な行動ができないという限界があります。私たちは一日前、緊急事態基本法の早期制定を求めて地方議会